中国当局はこのほど、大林観光政策を打ち出し、野菜や果物などの作物を壊し、緑地帯を破壊し、適さない地域に強制的に穀物を植えさせるなど、農民を苦しめています。大林観光の自主中には、驚くべき行為が多数発生しています。例えば、山の斜面にある木をすべて切り倒し、水稲を植えさせたが、大雨が降ると水稲旗が壊れ、埒しか残っていません。ネットユーザーによると、福建省昭州市の農業管理当局が、畑の水管を壊し、自動散水機の使用を禁止し、農民は手で水を汲むしかなくなりました。また、農閑は排泄物を肥料として施すことを禁止し、違反した場合は、5万元の罰金を科すといいます。また、河南省のある県が最近、農村支援活動を展開し、200人の役人が農村へ田植えをしに行ったが、3日間で2エーカーしかできず、交通費、宿泊費など合計で49万元もかかったという情報がネット上で出回っており、公金の乱用や商だと非難されています。中国の農村問題に関心を持つベテラン評論家の定局講師は、ラジオフリーアジアとのインタビューで、全ては中国共産党中央と一致しなければならないという命令のもと、地方官僚は自分の地位を守るために、自分に有利な選択をするしかないとし、彼らは鹿を刺して馬となすというようなことを知らないわけではないが、これは上層部が地方官僚の忠誠心を検証するための行動であり、従わなければ忠実でないと思われると述べました。 Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.